再協力に興味を持ったきっかけっていうところから JICA 海外協力隊に入るまでっていう部分をお話をお伺いしたんですけど、国際協力で何をしていたのかっていう部分含めてお話をお伺いしたいなと思ってます。で、まあ、ヨルダンに美術の隊員として行きました、はい、で、要請内容はパレスチナ難民局、あ、パレスチナ難民局で、はい、美術の支援というか、はい、美術の教育を普及させるっていうところをされてたと思うんですけど、うん、はい、パレスチナ難民局ってどんなところかって想像できてました？全くできていなくてあのむしろこう、はい、テレビとかで流れていた、はい、あの白いテントをこう更地の中にあるようなあんなイメージでいたんで、はい、あのイメージなんですけど実際違った？実際全然違って、どんな感じなんですか？普通に建物がしっかり建ってあって、学校もカラフルで、塗装とかも割としっかりされていて、すごい、そうなんだ、かわいい学校でした学校の大きさは大きいんですか？学校はそれなりに大きいですけど、午前と午後で学校が変わるんです。え、どういうこと？そうなんです。え、建物は変わらない？建物は変わらず、学校っていうのが変わる？そうなんです、中の学校が変わっちゃうんです。なるほど、はい、じゃあ先生も生徒も違うってこと？そうです、全部入れ替えです、午前と午後で。それってなんでなんですか？基本10人兄弟とかが普通なので子供がたくさん溢れちゃってて、午前と午後で学校が入れ替わる構造になってます。もうゴルフ高いしになりそうな気がする。そうです、あのな、クロスする時間がもうカオスな状態ででも福岡さんは、はい、どっちの学校をやってたのか。これがあのまた面白くて、午前シフトと午後シフト1ヶ月ごとに変わるんです、はい、学校が。そういうこと？そうなんです。なので所属は同じ学校なんですけど、1ヶ月ごとに午前と午後が変わっていくっていう。午前と午後どっちも担当してたと思うんですけど、はい、じゃあその残りの時間を何されてらっしゃったんですか？残りの時間はもうフリータイム。フリータイムが、はい、なので例えば午前シフトの時は朝学校来て、で終わった後にそのまま家に帰ることもあるんですけど、先生方と一緒にお茶をしたりとか。あ、なるほど。ちょっとそういう時間に使ったり、はい、その午前授業もしくは午後授業の中で何をされてらっしゃったんですか？まあ、基本的に美術の授業に入ってるんですけど、年に1回展覧会っていうのを美術隊員として開催していて、でその展覧会に向けた作品作りも必要なので、今年は何年生にやってもらおうっていうのを決めて作品を作っていくみたいな授業もありました。展覧会ってどこで行われる展覧会なんですか？はい、展覧会は一応アンマンで開催される時もあったり、はい、展覧会に慣れてきたら、はい、自分たちの学校で美術の先生と協力しながら自分たちの学校の展覧会をやろうっていう方向に持っていくっていう。なるほど、なるほど、はい、日本の美術センスとヨルダンの美術センスって違うんですか？同じですか？やっぱり子どものレベルとしてはそんなには違いはないよなと私自身は思うんですけど、宗教上の問題で、あ、そういうことか。偶像崇拝が基本的に禁止されているカルチャーなので、はい、人を描くっていうのがちょっと抵抗のある子もいたりして。そうなんです。じゃあ何描くことが多い？自然とか。イスラムはモスクとかに飾られている、はいはい、幾何学模様がデザインとして有名で、人を描けないのでこう花とかをデザインしていったこう幾何学模様みたいなのが主流なんです。むしろそっちの方が、そっちの方がそう難しいんです。なのでこう物体を描くっていうのが慣れていない子が多いなっていうのは感じます、はい、じゃあ実際そこで2年いらっしゃったと思うんですけど、その間で危なかったこととかなかったですか？もちろんあって。え、どういうことですか？やっぱりあのヒジャブをつけていない、はいはい、かつ顔がアジア人っていうので、はい、やっぱり目立ってしまう。それで何かあったんですか？ストーカー被害とか。ただ街を歩いてるだけなのに、はい、ずっと後をつけられて、はい、お昼ですね、あの、はい、真昼間に歩いてたら、はい、こうずっとこう一定の距離を保ったおじさまが、はい、こう後ろをずっとついてくる。どうやって巻いたんですか？で実はこれまたちょっと文化の話になるんですけど、もう小学校の時から男子校女子校でこう男女の生活がしっかり分かれているので、見知らぬ女性に話しかけられるっていう免疫がない男性が、はいはいはい、なのでこう私から逆に話しかけました。逆にすごい。そう、もう逆に何の用だっていうのを私から聞いたら、多分向こうもびっくりして、はい、あ、何でもないって言って逃げていく、はい、でもやっぱり目立っちゃうんですか、肌を見せてると？やっぱりもう周りの人はみんなヒジャブをしてるので、はいはいはい、ただ私は一応イスラム教ではなく仏教徒ですよっていうのをこう周りにも分かってもらおうっていう意味も込めてヒジャブをしてこなかったので、まあ、やっぱりそういう悪目立ちはありました。それ以外の怖かったことは特にはなかったんですか？
ちょっと面白い話にもなるんですけど、ヨルダンのバスって、はい、女性は絶対座らないとダメなんですね。座らないとバスが発車しないで、かつ満員にならないと発車しない、はい、で時間通り発車しないんですけど、バスにこう座ってたらいろいろ席が空いてるのに、私の隣におじさんが座って、はい、これはまずいなと、はい、もう基本男女が同じシートに座るっていうのはないんです。え、なんで？もうそれも宗教上ない、文化としてももう絶対ダメなので、で私がこうどうしようどうしようってこうおどおどしていたところに、後ろのたまたま座っていたおばさんがこうそのおじさんに向かって、何やってんだっていうのを怒ってくれたんですね。でそうだそうだってこう私もこう加勢をしてたんですけど、なかなかそのおじさんがどけてくれなくて、でむしろこっちに来るみたいな。なんで？でもう怖くてすごいびっくりしたんですけど、そこに運転手が登場してすごい勢いで怒られて、であの運転手の隣にまた席があるんですね、はい、ちょっと反省みたいな席があって、そこに連行されてって、はい、もうお前はずっとここだみたいな感じで、はい、そのおじさんはずっとその反省席でいるみたいな、はい、なんで？もうね、そうだね、そういう問題がいっぱいあったやつ。そうですね、もうそういうちょっかいみたいなのがいっぱいありましたね。でもヨルダンの方を好きになったりとかはなかった？もちろんそれはいっぱいあって、やっぱり国際協力といえども、こう私からできるものって結構少なくて、やっぱり現地の人に助けてもらわないとできないことがたくさんあったので、さっきの件もそうですけど、もう後ろのおばちゃんに助けられたりとか、はい、いろんな人に助けられたので、結果的にすごいヨルダン人好きです。なるほど。その2年間があって、どういう選択をしようっていうふうにコンさんは考えられてたんですか？協力隊の終わり間際に、はい、ちょっと日本に帰ってどうしようかなっていうのを真剣に考えた時があって、でその時は教育者としてこう教壇に立つのも楽しかったんですけど、やっぱり私作ってる方が好きだなっていうに気づいて、で帰国後はもうちょっと作り手側に行きたいなっていうのがあり、東京に戻ってからはあの広告代理店でデザインとかプロダクション系ですね、はい、そうなんですね、はい、そっちに就職しました。ちなみに、はい、そのバックグラウンドって広告代理店に就職するときに行かせました？え、ヨルダンみたいな感じで言われませんでした？大体あの面接でヨルダンなんでここに来たのっていうのはもちろんいっぱい言われたんですけど、やっぱりヨルダンで厳しい生活をしてきて、あのそれに耐えてきたので、ブラック企業と言われている広告代理店でもやっていけるでしょみたいなので、ほとんど即採用で。あ、そうなんですね。そうです。どうでした？広告代理店でやってる業務って、まあ、今まで教員とヨルダンの生活があったわけで、いわゆる民間企業でお金を生んでいくみたいなところとか、はい、ビジネスをちゃんとしていくっていうのは、多分初の部分もあったと思うんですけど、はい、どうでした？もちろんしんどいことはたくさんあって、やっぱり教育者としてこう美術といってもそれがお金になるっていう感覚が私にはまだなくて、民間の企業に入った時に私の作ったものがお金になるっていうこのイコールを結びつけるのに結構大変で、なるほど、はい、苦労しましたそこの経験を経て今フリーランスっていうところがあると思ってるんですけど、はい、フリーランスのきっかけって何かあったんですか？あ、きっかけは妊娠出産が主なきっかけなんですけど、もともとフリーランスは目指していて、というのも私の旦那様の方が海外勤務をちょっと希望しているっていうのもあり、じゃあパソコン1台で女性でも稼げるようになろうっていうきっかけが主です。そのフリーランスになったっていうところあると思うんですけど、はい、やってることは広告代理店とは変わらないような業務なんですか？そうですね、あの縮小したっていう形で、なるほど、私のパソコン1台でできるレベルで、はい、一番得意な領域とかってありますか？一応ロゴ制作、うん、あ、ロゴ制作、ね、ロゴ制作は結構好きで、え、ロゴ制作って、はい、あのどういう感じで作り込んでいくものなんですか？もうどうやってなんかヒアリングとかかけてるんですか？あ、お客様によってはもう明確なイメージを持ってる方もいるんですけど、うん、はい、持ってない方の方が多いので、もう具体的にあの大企業さんのロゴを出して、うん、この中で近いのどこですかっていう、ね、そこから入って、あとはもうイメージをもう聞きまくって固めていくって感じです。色とかってどうやって決めるんですか？色は、もちろん好きな色を聞きます、うん、でもしカンパニーカラーがあればそれも聞きます、うん、と他のアクセントカラーとか、うん、そのあたりはもう私の感覚みたいなのはあるんですけど、でもやっぱりヨルダンにいた経験も実はあったりして、はい、ヨルダンって砂漠で何もないイメージなんですけど、それが逆にあの現地の人たちは寂しいと思うのか、色使いが鮮やかなんですね。結構旗織りとか
ヒジャブとかですか、ね、はいはい、ヒジャブのデザインとか結構派手なの。え、ヒジャブって僕のイメージですごい偏見だったら申し訳ない、はいはいはい、黒のイメージがですよね。そうなんですけど、違うんですか。ヨルダンは結構カラフルでもうキラ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 いろんな色のヒジャブをつけてる方がいて、はい、で、あ、こんなデザインもあるんだっていうのは結構勉強になります。あ、じゃあそれも活かされてるんですね。そうですね。今後コンさんとしてはどういう形でやっていきたいとか何かあったりするんですか。私としてはこのままフリーランスを続けて、はい、後々はどこに拠点を置くかは分からないんですけど、その拠点を置けたところで、うん、例えば地域に特化したフリーペーパーとか、はいはいはい、そういう民生系にも携わっていきたいなって考えたりしてます、うんうん、そうですね、そういうのも任せていただければと。なるほど、ありがとうございます。あの、なんか紹介するページとかあれば、はい、ちょっと概要欄に載せておきますので、ありがとうございます、はいはい、ぜひ興味がある方はご連絡してみてください。はい、ということですね、はい、あの今日はですね、国際協力の中でも、まあ、JICA海外協力隊出身で今フリーランスのウェブデザイナーみたいな形でされていらっしゃるコンさんにお越しいただきました。はい、はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。